ナショナルトレジャーはトレジャーハント系の冒険アクション映画連続活劇の影響を受けた作品。歴史学者であり冒険家のベンジャミン・ゲイツはテンプル騎士団の秘,の秘宝の秘密を受け継ぐ一族の末裔。祖父に秘宝は当時のフリーメイソンらによってイギリスの手に渡らないように。 アメリカ建国時に封印されたと聞かされて育ったベンは成人後にトレジャーハンターとなり、不豪の冒険家イアンハウからトレジャーハントの出資を受け、親友のライリー・ブールと共にテンプル騎士団の秘宝を探し求めていた。その過程で彼は解放石のパイプを発見し、アメリカ独立宣言書に秘宝の秘密が隠されていることを突き止める。イアンは宣言書の説答を提案したが、 ベンが固く拒んだため、以後二人は対立する。ベンは宣言書が保管されている、国立公文書館の責任者である、アビゲール・チェイス博士や FBI に、イアンの危険性を警告するが相手にされず、やむを得ず、宣言書を保護するために、イアン一味との銃撃戦をかいくぐりながら、自ら宣言書を盗み出す。イアンからも追われ、さらに宣言書窃盗犯として FBI からも、 指名手配されたベンは、彼らの追跡を逃れながら、秘宝のありかにつながる手がかりを次々に突き止めていく。だが、それも長くは続かず、ついにイアンに宣言書を奪われ、FBI のピーター・セラスキー捜査官にも追い詰められて、逮捕されてしまう。イアンはベンが、FBI に逮捕されたことを承知の上で、ベンの父であるパトリック・ゲイツを人質に取り、合流して、秘宝のありかを教える。 よを脅迫する。ベンは、ウォール街のトリニティ教会に秘宝が隠されていることを教え、教会の地下に侵入するが、すでに宝は持ち去られた後だった。イアンはベンを殺害しようとするが、パトリックが、この場所も手がかりに過ぎず、真の秘宝は、ボストンにあると嘘を教え、彼らをボストンに向かわせることで難を逃れる。その後、読み通りに、真の秘宝を、教会の地下で発見したベンは、 セダスキー捜査官に、秘宝発見の法を告げて、独立宣言書を返却する。自らもフリーメイソンの会員だった、セダスキーは、秘宝発見の手柄に免じて、ベン一行の罪状を帳消しにし、一連の騒動の原因はイヤーにあるとして、彼をボストンで逮捕した。その後、ベン・トライリー、チェイスは、人類全体の秘宝発見の功績を、政府から公式に認められた。 彼らは、秘宝の価値の1%の所有権を得て、人世にして、大富豪となり、さらに、ベンとチェイスは結婚して、夫婦となった。しかし、彼らはその立場に甘んじることなく、新たな冒険を求め続けるのであった。カッコ内は日本語吹き替え1999年初め、ジョン・タートル東部が、ジム・カウフ、オーレ・ン・アビブ、チャールズ・シーガースが書いた原案をもとに、 1997年から映画の企画を進めていたことが明らかとなった。2001年までに企画はタッチストーンピクチャーズが担当することになった。2003年5月にニコラス・ケージが主演に起用され、10月までにショーン・ビーンが起用された。脚本はコーマックマリアン・ウィバーリーが担当し、新たな脚本が作られた。撮影はワシントン DC、ニューヨーク。 フィラデルフィア、ユタ州で行われた。大半のシーンは、ロケーション撮影されたが、独立記念館のシーンは、ナッツベリーファームのレプリカ館で撮影されている。日本公開の際の宣伝プロデューサーを当時、北海道日本ハムファイターズ所属のプロ野球選手、新庄強志が務めた。ディズニーで配信されている。2020年5月には、テレビシリーズとしてリブートして、 ディズニーで配信が計画されていることが各メディアで伝えられた。ロッテントマトズには169件のレビューが寄せられ、平均評価5.3、10点、支持率44%の評価となっており、ナショナルトレジャーは全く宝物ではありません。しかし、その脚本を許すことができる人にとっては楽しい映画ですという批評となっている。 メトクリティックでは35人の批評家によって39、100点の低評価が付けられている。ロジャー・イーバートは4つ、性満点中2つ星を付けている。デイビッド・ボードウェルは1950年代のディズニー映画の伝統に則った冒険活劇であるとして本作を評価し、本作を古典的なハリウッド映画の変遷に関する論文に使用している。ありがとうございます。